ちょっとこの配信中でめっちゃ声高くしますね。あの元通りにします。いやでもこんな声荒いことある？画質悪い？マジなんでだろうね。画質いい？どっちだろう。マジでなんでだろう。普通に Wi-Fi もいいし。やば、なんか今日やばい。ごめんなさい皆さん、こんな重苦しい姿をお見せしてしまって。あ、いいの？たバイジルさん、あ、待って、短冊ありがとうございます。さとちゃんハートありがとう。あちさんもハートありがとうございます。さとちゃんお花ありがとうございます。このぷさんお星様ありがとうございます。イエーイ。矢崎さん短冊ありがとうございます。よくなった？よかった。アイスクリームもありがとうございます。おちさんハート役ありがとうございます。ピーちゃんさん短冊ありがとうございます。今日こそは勉強しなきゃいけないけど配信中にはしないかな。矢崎さんいいねありがとうございます。やば、なんかやばいね。いろいろ顔ちょっと目腫れてるし、顔もくねるし、最近肌荒れがすごくてやばい。体操服変わったって。体操服じゃないです、今日も。だから体操服、体操服じゃない。あちさんだるまありがとうございます。また寝てた、バレました。でもいや聞いてくださいよこんな声で聞いてくださいよって言われても聞く人いないよって話だけど、あの3時半ぐらいから寝たんですよ。3時半ぐらいから寝て、でパッて目が覚めて、めちゃめちゃすっきりしたまま、あの目が覚めて全然寝た感じしないんですけど、それってちゃんとさ寝れてるんですかちょっと心配。眠かったのめちゃめちゃ。なんかだけどそれって寝れてるのかなと思って。徳永レミです。寝れてるの？だって寝れてない、浅いんだよねきっと。絶対朝眠りだった気しかしないもん。だってたくさんありがとうございます。ゆうまさん、みずさんかわいいありがとうございます。さとちゃんハートありがとう。あちさんだるま役ありがとうございます。ともさん短冊ありがとうございます。みずさんハートありがとうございます。マグロ様ハートありがとうございます。レイトさん短冊ありがとうございます。デートナー6さんも短冊ありがとうございます。みずさんハート役ありがとうございます。ともさん短冊ありがとうございます。化石さん、ピーちゃんさん、お星様ありがとうございます。そうだから19時50、あ、違います、間違えました、違います、違います、18時です。18時の間違いです。マジか、間違えです、ごめんなさいやばすぎ始めてます。やば、タワー寝ぼけてる。これだ、待って、これってすごい。タワー、まやさきさんありがとう、ありがとうございます。こんな声でごめんなさいみたいな感じだけどありがとうございます。待って、ホワイトボードがない、ホワイトボードがないけど紙があるので書きます。こんな声でごめんなさいね、本当にやばいよね。矢崎さんありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。
ごめんなさい、ちょっとスクショを片目だけでありがとうございます。パチ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 、やばいやばい。だけど普通通常運転で違うんですよ。今日のやつはマジで叫ぶんだっていうか声出しすぎたのもあると思う。ドボンイベント参加して、ドボンの今やってるじゃないですかイベント、あれは多分年齢制限があって15歳以下だったかな、15歳以下は参加できないんですよ。それで今ちょっとすごくショックっていうか悔しいんですけど、そういうねチャンスがあるのに、はい、ごめんなさい皆さん。試合でした、試合、試合で、やばい、これ本当に声枯れた系じゃないそんな気しかしない。だからこの声は珍しい声です。さとちゃんハートたくさんありがとう。のりぴーさん、すごい、なんだろう、ビルみたいなのありがとうございます。とーやさん、短冊ありがとう。試合でした、そう試合戻ってきた。じゃあ戻るかな。レアレアまじまだちゃんハートありがとう。そうこれですよ、レミアはめちゃめちゃしてるんですよ、いつもみんなしてるんだけど、みんなよりちょっと頑張って声を出してるけど今日は本当にめちゃめちゃ出したんですよ私。そうそうそうボソボソ言ってる。今日雨降る予定だったんだけど降らなくて、そうヤッキーみたいな。まじまなちゃんハート結構ありがとう。おーちゃんさん、誰もありがとうございます。アッキーさん、お星さん、ありがとうございます。試合中めっちゃ声出すんですよマジで、本当に走ったーって走ったーって。私はそれを専門です、専門家。そう専門家なんで。あっ、あっきーさん、お星さんもたくさんありがとうございます。ヌンピーさん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。あ、そう盗塁です、盗塁、盗塁で走ったーってこんな声じゃ出せない。え、そう、なんか今日2試合したんですけど、そうね、レミ打順結構遅めなんですよいつもまあ打てないっていうか頭に打つんだけど、遅め6、7ぐらいなんだけど、で今日1試合目が7ぐらいだったんですよ。で7番だったんだけど、 2試合目に発表されるじゃないですか。何ダブルヘッダーって何ごめんなさい、ちょっと把握してないみたいな感じなんだけど、ダブルヘッダーって何ですか。まあいや、でそれで2試合目なんですけど、2試合目はわ、なんと2番だったんですよ。あ、ダブルヘッド、なるほど。2番で、あ、なんか1番、あ、いつも通りの1番だなと思って聞いてて、2番、うん、まだまだだなって思いながら、そう待ってたんですよ、はいって。そしたら2番セカンド福永ダルテ、あおいみたいなあ、え、レミみたいな感じになって、おおと思って、そうびっくりしたって話ですね。あはははは、クリバントはしてないけどそれからえ、きょどったよねみたいな、きょどりました。はい、そんな感じですね。なかなか渋いんですか見てるそう、あ、ソフトボール部ですね。
嬉しい、ありがとうございます。すごいお勉強になりますね。さとちゃん、おはおじさんもありがとうございます。アッキーさんもありがとうございます。それでまあ頑張りましたっていう話ですね。今日の試合はそんな感じで、あの最近ね、あの体育をしてる、まあ体育をしてるんですけど、体育でバレエをしてるんですよ。あ、右打ちですね。あ、エンドランはたまにやります。めっちゃ、まあ、マジでたまに、マジで、え、うん、10回に1回、いやそんなにない。体育でバレエしてるんだけどやばいマジで声が誰なんですかみたいな。体操服あら、また体操服っていじられる。そう、めちゃめちゃマジでレミ体育ガチ勢、ガチ勢、いやバレエガチ勢、いや何年もガチ勢なんだけど、とりあえずなんだっけ、バレエで最初のバレエって授業のね、なんだっけ、エンジンパスあるじゃないですか。そう、エンジンパスをするんですよ。それで、ね、もうね、熱が入りすぎて、レミともう一人の友達の子がね熱が入りすぎて、あーって叫びまくりすぎて、もう喉痛かったし、めっちゃ汗かいたし、もうやばかったの。なんかあーって、やばい、今声出ないんだけど、はい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 、わーみたいな。で高く上げすぎて天井に当たったっていう。そう、そうだからマジガチ勢なんですよ、いつもテンション高すぎて。そう、あの常に声を出してる徳永さん、体育とか、まあ授業では静かですよもちろん、だけど部活とかそういう体育の時はあの声を出してるんですよ。はい、元気です、めちゃめちゃ、はい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 とかはい、何々ちゃん何々ちゃんみたいなで、マジでそう頑張ってます。アタックできない、いやバレーできない、レミバレーできないよ、全然うまくないし、あのテスト中にお酒飲んでるってそれ聞いたけど、えマジで、あのでもさ、あ全然叫んでないけど、バーンって音を鳴らしたことは事実ですね。はい、つい熱が入るタイプで、もう気づいたら叫んでるみたいなテスト中、違う、テスト中は声じゃなくて音がやばい、うん、あの時しか出さないけど、あのたまたまね、あ、京香さんバレエやってますよね。そう熱くなるんですよ。でもマジでバレエできなすすぎて本当に、あ、ごめんなさいみたいなついついつい切れてない、めっちゃやばいやつだよね。普通にテスト中に急にバーンするの。大志さん、お星様とハートありがとうございます。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。アッキーさん、かっこいい、ありがとうございます全然もう要注意人物なわけじゃありません。私は平和の人間ですマジで平和。でもそうやばいよねサーブできないし、マジでバレエとかできないぐらい下手なんですけど、バレエのコツとかよろしくお願いします、教えてほしいです。そう、常識人だから、普通に授業めっちゃちゃんと受けてるし。藤田さん、ハート役ありがとうございます。大さんもハートありがとうございます。ベアベアさんもハートありがとうございます。全然部活で声出してる、ジャンプ力は、うん、普通ですねあ、班長は最近何もしてないですよマジで。なんかやることないんですよ班長、本当に。あの帰りの会で振り返りを発表するぐらい、今日の明日の努力目標は何々でっていう人です。椎葉正弘さん、ハートありがとうございます。
ハンちゃんの任務それぐらい。ピーちゃんさん、たわしさん、お星さんもありがとうございます。あ、そう、足の速さも遅い、普通ですね。シーバマサヒロさん、ハート役ありがとうございます。高校ではソフトボールしないかな、だから本当にもう少しで引退なんで、だから本当に今の、ね、試合をかみしめながら、そう、努力、明日のね、明日の努力目標を毎日発表する。明日の努力目標は掃除ですとか、夏までですね。試合中はどんな髪型なの。本当にね、髪ぐちゃぐちゃなんですよ、もうね、あの本当にもうね、ポニーっていうか、ここら辺ね結んで、帽子かぶるしヘルメットもかぶるから、高めに結んだら入らないでしょ、だからめっちゃ早口だから低めに結んで汗かくから、まあ家出るときはこのままでいってるんだけど、汗かくから横に分けて、はい、完成です、私の試合中の髪型。あはははあ、やば、めっちゃ早口で喋った。そう、明日の努力目標を発表するんですよ。なとちゃん、お星様ありがとうございます。手が忙しい、ちょっとね、うん、一晩寝たら忘れそう、でもみんな忘れてるああ、ソフトボール部ってそんなに、あ、長い子いるけど、レミが一番長いかもしれない。でもこれぐらいの子は普通にいますね。そうですね、はい。そう、ストパーかけるけど、本当に前髪やばすぎて、汗でびちょびちょすぎて、ヘルメットかぶったら本当にぐっちゃぐちゃになるからよくないんですよ。でも被らなきゃ出れないから、ほう、スポーって被りますよ。坂成さん、ハート役ありがとうございます。体育でバスケやったことある？ああ、1年の時にあるかもしれないけど覚えてない。2年の時はやってないから。そう、ヘルメット重い、なんか重いね。頭が重くなる気分。なんかさ、部活をもう卒業じゃなくて引退した子がいるんだけど、引退した子もほとんど普通にいるんだけど、何人か数十人、そうだから残ってる部活って珍しいんだけど、なんかその子が部活ないとなんか学校に行く意味がないって言ってて、なんか悲しさ、寂しくなるらしいから怖いなって思う。今年の夏休み駅伝はしない、絶対しない。もうね、あの今年も駅伝のお誘いがあるじゃないですか、放送で。今年も駅伝部しますみたいな放送があって、あ、もうこれはやりませんみたいな。そうだから、あ、確実にもうやりませんっていう話を友達として、日焼けしない、今年は本当に日焼けしないことを誓ってるから。いや、だってまだ焼けてなくない？ちょっと焼けたかもしれないけど、そこまでさ、ガングロじゃないじゃん、だから大丈夫。本当に苦しかった駅伝、あれはすごい頑張ったなって思うし、なんか本当に燃えたよね毎日。キューブさん、短冊ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。でしょ、駅弁部あったら最悪、最高、確かに駅弁部なんで反対に読んだの、最高だよね。駅弁をただひたすら食べまくるっていう部ですね、いいですね。そう、勉強一本になるから、本当にね、レミテストだったら勉強しなさすぎて、でも今日はしなきゃいけないから、あのレポートを出さなきゃいけなくて、それをやるんですけど頑張ります、はい。なんかさ、全然さ、めっちゃ汗のぬれだったのにさ、すっごい目がパチパチ開いてるけど、もうこけたレミちゃん見れないの、もうね、見れません。いや、わかんないけど、でも今年は微妙よね、体育祭とかあるし。体育祭ね、あ、体育祭な、私種目をオーナーは出るんだけど、
で種目めっちゃ減っちゃって、まあ、コロナ禍ってこともあってリレーは全員でしょ。で種目オーナーは出るんですよ、レミ。なんかムカデリレーとオーナーとハリケーンっていうのがあって、そうで私オーナーの種目の責任者になりました。ありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。そうクラスで女子、あの女子何人男子何人って決まってるんだけど、女子の責任者になりました。イエーイ、責任者ですね。責任者とはなんか集まりがあったら行く、そしてみんな練習だよやるよっていう声かけをする。違う、あのね回す人じゃないんだけど、西ちゃんさんハートありがとうございます。負けたらレイの責任やば。責任重大じゃない、全然。そんななんかみんなやらないって言ったから、じゃあまあレミがやるよみたいな。いやなんか別にやりたくないわけでもなかったし、そうなんか中学校最後の体育祭だからなんかね、そういうの欲しいなって思ってて、そういうな責任者っていう偉い感じ。だから誰もいないならまあレミがやるよみたいな。じゃあ負けたら責任取るわけじゃない、負けてもみんなで頑張ったから大丈夫。西ちゃんさん誰もありがとうございますね。みんなからブーブー言われるし、でもね、そんなこと言われてもね練習しなきゃいけないし、立候補しました。立候補っていうか、まあ、誰もやる人いなかったからね。あちさん誰もありがとうございます。さとちゃんお星さんもありがとうございます。マグロさん短冊ありがとうございます。でもそういうの楽しいなって思います。なんか嬉しい、なんかそういうのレミ好きなんですよ。実はみたいな、なんかキャプテンとかはちょっとキャプテンリミ副キャプテンなんだけど、そばで見るもの見たいなんだけど、そういうのはそう女子全員参加じゃなくて、なんかやりたい種目を出るみたいな感じです。はい、真面目なんで。まとめ役とか好きかな、なんかかもしれない、そういうの。応援団長はさすがにねやらないけど。おじさん誰もありがとうございます。でもなんか縦割りでするんですよ多分。だからオーナーも 1,2,3 年生全員あの組で分かれるから、そうどんな感じになるのか楽しみですね。高木さん誰もありがとうございます。おじさんも誰もありがとうございます。真面目言う人自分で、確かにでも割と真面目。多分ね。でもね女子の応援団長とかかっこいいよね、そういう。わかる、めっちゃわかる、めっちゃかっこいい。たやしさんお星様に、楽しみですね。でもリレーとかレミ足遅いから、あのみんなの足を引っ張らないように必死に走るのみ。そういうのにはちょっと陰でひっそりと見守っときます。瀬下拓馬さんお花ありがとうございますね。学女子が学ラン着て応援はかっこいいで、白い長いさ鉢巻きとかつけてたらマジでかっこいい。女子でもね、割れますね。そうだからね、足普通じゃん。でもみんな早いからさ、遅い方なのね、みは。あ、ダンスする、ダンスするよ、ダンスする。もうね、あのダンスリーダーって括りがあるんだけど、私入りましたよ。ダンスリーダー長ではないけど、ダンスリーダーにも入った。今年も、はい、
会になりました。そう、なんか3年生だから自分たちで選曲もするし、ダンスも考えるし、1、2年生にも教えに行くっていう役をですね。だから私は後輩ちゃんに教えに行く係です。そう、翔太さんハートありがとうございます。だからたりするらしいけど、まだ全然何も、まずテーマを決めましたねテーマは何だったっけ、夏、眩しい太陽の夏みたいな感じだった気がするそんな感じで、ま、感じだった気もする。夏が入ってた。今回はちゃんと後輩、確かにね、あの人にし発動しないことを祈ります。山さん、お花ありがとうございます。まえさん、ハートもありがとうございます。そうだから、今日のメイクいいね。メイクまつげ上げてリップした。ね、声治ったき、な、声治ってきたくない？そう、リップ変えたんですよ。はい、ちょっと暗めだったけど明るめにしました、はい、よくわかりましたね。水さん、短冊ありがとうございます。おちさん、お花ありがとうございます。やっほー、こんばんは。ね、開いてきましたよね、喉。そう、なんかさ、体育祭までなのにさ、文化祭の話もあるんですよ早っと思って。伴奏者とか指揮者とかを決めるんだけど、そうだけどね、指揮者が誰も出なくて、ネミめっちゃ友達からやってやってって言われたけど、ネミがさ指揮者やったら面白くない？絶対みんな集中できないよ、歌に。面白すぎて、だってネミがこんなんやってたらやばくない？ちょっと自ある、それは。だから歌いたいし、しかも面白すぎるそう、ネミの指揮者なんて考えられない。こんな感じでやってんだよ、やばいよね。じわる、ほんとに笑っちゃうし、似合わんでしょ、マジ似合わない笑っちゃう。フォローしました、ありがとうございます。あ、やってないよ、やってないけど、だけど、うん、めっちゃ必死に断ったけど、まだ誰も決まってないから誰なるかわかんない。そう、怖いよね。そうだから、歌いたい、レミは普通に文化祭は。ピーチャーさん、短冊ありがとうございます。だから歌いたいので指揮者はしません、はい同じ、みんなパッツンなの。いや、パッツンは少ないかな。レミぐらいだよ、パッツン。いや、レミぐらいは嘘すぎるけど、パッツンは少ないけど、レミはパッツンしか勝たんだから。なんかみんなシースルーバンクとか、最近はあのセンター分けの子が多い、可愛いなって思う。レミセンター分け似合わないから、マジでセンター分け似合う子羨ましすぎて眺めてる、可愛いな。あと何が多いんだろうね、73分けとか282分け、横に分ける子もいるし、でもパッツンパッツン、うん、でもこんなレミみたいな綺麗な、綺麗っていうかパッツンですみたいな子は少ない。割とみんな巻いてるかな。
早い人本当に羨ましい。ねえ、けど切りたい、そろそろ。マッツンめっちゃ可愛い、ありがとうね。マッツン好きです。パッツン、ピーチャーさん短冊ありがとうございます。まえさん、お星様ありがとうございます。なんかさ、すごいさ、雨降る、なんかさ、雨降る詐欺されてる最近今日だってめっちゃ雨降る予報だったんだけど、全然っていうかちょっとしか雨降ってないし、昨日も雨降る予報だったけど雨降ってないし、雨降る詐欺です、これは。はい、おーちゃんさん、お花ありがとうございます。なんだっけ、サイビスカスだっけ、サイビスカスみたいな名前だったっけ、やっと思い出した、サイビスカスだっけ。晴れた、まあ、曇りかな、どんよりしてるだけど、めっちゃ湿気すごいね、しっかり。高幸さん、ハートありがとう。あ、ハイピスカスあ、やば、アッキーさん、ハイピスカスありがとうございます。ゆずさんも、ハイピスカスありがとうございます。あ恥ずかしい、ハイピスカスだって、覚えた。ハイピスカスね、ハイピスカス。高幸さん、ハート役ありがとうございます。惜しいね。いや、なんかそんな感じだったなと思ってずっと考えてたけど、ハイピスカスでしたはい、恥ずかしいですね。じゃあそろそろランキングを、35分になったらランキング読みますね。今日からサイピスカス使います。ぜひ使ってください、皆さん。サイピスカス、そう、うろ覚えが多いんですよ、私。だからそう、なんか声が存在感ある。本当ですか？でも今日の声は今日しかないです。うん、どういうことなんかね、まあ、ハイビスカスが出てきたら皆さんはサイビスカスというのがいいと思います。ナタちゃん、ハイビスカスありがとうございます。タワイさんもハイビスカスありがとうございます。大人ボイス待って、雨降ってるよ今、雨の音聞こえる。やだ、明日さ、雨だったらさ、泣かれんだよ、どうする。本当にやだ、泣かれんとか、走り込みね、階段だし、やだ、嫌すぎる。ホームランはさすがに打ったことないですね。階段だし、やだ、久しぶりでもやだな、やだ、暑いよ、湿気やばい中で階段だしは一番ダメ。マジでレミ腹筋苦手すぎてやばいんですよ、全然できない。そう、腹筋できない人だから。水分補給、今日めっちゃ飲みました。3時から今までこれここまで飲みました、すごくないですか、珍しい。あちさん、ハイピスカスありがとうございます。からあとちょっとです。お水好きです、私。うん、お水愛好家明日は声を出す練習をしよう、みんなで、みんなでさ、廊下で並んで声出しの練習したらなかなかシュールだし、なんか応援団ですかみたいな感じで。高幸さん、ハイピスカスありがとうございます。まえさん、ハイピスカスありがとうございます。ど
すればレミちゃんみたいにサラサラヘアになりますか。いやリンもうくせ毛ですごい、サラサラじゃないんだけど、まあ、ストッパー当ててるのもあるかな。ストッパー当ててるのもあるし、ちゃんとお手入れして、櫛で研ぐのも大切だし、頻繁に、あとはオイルつけるのも大変大切だし、お風呂上がった後すぐ乾かすことも大切です。はい、なのでおちさん、ハイビスカスありがとうございます。くせ毛です、とても。さちちゃん、ハイビスカスありがとうございます。リンもすごい髪サラサラじゃなかったんですよ、本当に。だけどここまでサラサラっていうか綺麗になったのは、多分髪早く乾かすのはすごい大切だし、はい。元気ですか。元気です、とても元気です。元気です、とても元気です。なので大切ですよ、髪乾かすことは。すぐオイルつけるのも大切。今日の声イケメンで、やったやったイケモイケモちゃった。そう、いいシャンプー使ったり、普通の市販のシャンプー使ったり。そろそろランキングを見たいと思います。たくさんのハイピスカスありがとうございます。13位レイドさんありがとうございます。12位ミズさんありがとうございます。11位おーちゃんさんありがとうございます。10位ディーディグッサンさんありがとうございます。9位タワーショットマンカルコさんありがとうございます。8位おちゃレミ組タワーシブ副部長レミシカカターンさんありがとうございます。7位バジルさんありがとうございます。6位ノリピーアットマークレミグミソフトボール、ソフトボールあれイケメンマネージャーさんありがとうございます。5位アッキーさんありがとうございます。4位ピーちゃんさんありがとうございます。3位トモさんありがとうございます。2位サトちゃんアットマークエミちゃんエミタネミカミシノニャンコさんありがとうございます。1位紫アットマークレミグミタワーシブ部長レミシカカタンさんありがとうございます。タワーもありがとうございました。では抜け絵見、あ違うダメです。42位ヒデオさんありがとうございます。続いて52位デートナー6さんありがとうございます。ラスト69位ナナタさんありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。イエーイ、ナナタありがとうございます。ではスクショはちょっと今日はこんな感じでライトがさ当たってんの、あいい感じです。やばい、すっぴんがお見苦しい。ハイビスカスポーズ謎すぎ。ハイビスカスポーズです。これはマジポーズしかしない。キュンです。声治りましたね、今日は。もう皆さん今日もありがとうございました。日曜日お疲れ様でした。明日は月曜日頑張りましょう。またねー、バイバーイ、ありがとうございました。